ハロー YouTube。 今日はあれです、エブリィのスパークプラグじゃない、イグニッションコイル、ダイレクトイグニッションコイルを交換していきたいと思います。前回走行距離が13万キロぐらいの時にスパークプラグはやったんですけど、その時と同じ症状が出たので、多分今回はダイレクトイグニッションコイルがダメになったんだと思います。で、現在の走行距離、現在の走行距離は15万4236キロ。約だましだまし2万キロ走ったとこで同じ症状がまた出たので、今度はこのダイレクトイグニッションコイル、多分これが一発ダメになってんだと思いますね。症状としてはアイドリングが不安定になって、エンジンがブルブルと、縦揺れ横揺れするような感じで、車体がブルブル揺れる感じですね。で、用意するのはこのイグニッションコイル、多分1本ダメになると3本とも順番にダメになっていくと思うから、3本一気に交換しちゃいます。ヤフオクで、大体5000円ぐらいかな、社外品で。スパークプラグ、イグニッションコイル、1本だと2000円ぐらいしちゃいますね。3本で5000円。で、中身はこういう感じですね。中身はこれです。これを交換します。品番はこれですね。こんな感じ。これがここに入ってます。この中に。この中に入ってます。こう入ってんのかな。で、用意するのは一応プラグも見なきゃなんないと。だからエブリィの場合はプラグソケットが16ミリ使ってますね。大きいのしか、22ミリの普通サイズしかなかったんで、新たに買ってきました、16ミリのやつ。はい、用意するものは今回ですかね。ではバラしていきたいと思います。用意するスパナ類かな、この8mm、 8mm ですね。 8mm のメガネか片口のスパナ、ここが 8mm です。ここ、あとここが透明かな、これ、あ、これもだな。こっちは透明、 8mm と透明を用意します。まずスパナで、ではバラしていきます。お外します。ここです。ちょっと曲がっちゃったな。もういいか、正面。次にここです。サポート。サポートのナット外します。
れでアクセスが、プラグカバーのアクセスができるようになります。8ミリに変えます。8ミリに変えてプラグのカバーを外していきます。カバーのボルトは4本ですね。落としたら結構探すのが大変になるかもしれない。気をつけて外した方がいいです。アルミのボルトっぽいから、あまり力を入れると舐めます。ここからはスパナじゃないとダメですね。スパナです。8ミリ。下側からのアクセス、上からのアクセスか。なるべくメガネ使った方がいいですね。アルミだからすぐ舐めちゃいそうだから。指がでかくて入んね。下からやった方がいいかな。両手使って外すと楽かもしれないですね、ボルト。いや、冬なのに暑いな。ちなみに今日は2月3日の節分の日です。これ終わったら豆まき行ってきます、神社に。全部取ったらカバーが外れます。スライドさせて外します。こんな感じですね。そしたらここにプラグのダイレクトイグニッションコイルが3ついいかな。3つ、これ2つ目、3つ目。前回プラグ交換したのが1年も半前だったんですけど、1年も半前にここのプラグダイレクトイグニッションコイルがなんとなく怪しかったんです。それを真ん中に持ってきてプラグ交換するときつけたんですけど、それでだましだまし1年半乗ってて、やっぱ結局1年半後の2月の頭らへんに、今月のね、すぐ症状が出てヤフオクでパーツ買って現在に至るって感じですね。外してみますか。じゃあ、これは取った方がいいっすね。こっちか、これか。これスライドさせると外れるんですけど、やっぱこれもちょっと取った方がいいな。やっぱり取っちゃうか、邪魔くせえな。これはよいしょ、こねくり回すと外れたんだよな確か。お、抜けねえ。抜けねえよ、ダメだ。あ、こっちか、これか。このコネクターだ、抜くの。このコネクターを抜くとあれですね。一回止めよう。